スタジオを訪問した海軍法務部長、ドナルド・グーター海軍少将と出演者たち、2001年2月。左から、エリオット、グーター少将、ベル、ジャクソン、犯罪捜査官ネイビーファイルは、アメリカのパラマウント・ピクチャーズ制作により、1995年から2005年まで、CBS ネットワークで放送された連続テレビドラマである。物語は、 アメリカ海軍法務部に所属する主人公たちが世界各地で展開するアメリカ海軍や同海兵隊内で起こった犯罪、事件の捜査や弁護活動、あるいは検察活動などに法務官として活躍するものである。軍事法典により軍隊内の事件を裁く軍法会議のため一般の民事裁判とは手続きや進行などはやや異なるが、陪審や 証言先生など、アメリカ法独特の制度を忠実に描写している、法廷劇となっている。また、ドラマ放映の1990年代2000年代当時の、アメリカの世相、国際関係を反映し、一部の国名、組織名及びその指導者名が、具体的に登場する。日本に関するところでは、沖縄米兵少女暴行事件により、 台米感情が悪化した様子が描写された回もある。ただし映像は必ずしも正確でなく韓国のデモ活動の映像が沖縄のものとして扱われている。その後第4シーズン、横須賀の悪夢においてこの事件をモデルとしたエピソードが制作された。他、現役軍人としてベトナム戦争経験者も多く登場する。主人公のハーモンラブジュニア隊は 戦況の激しい地中海に展開する空母、シーホークをはじめ、アメリカ全土、世界各地を舞台に、知性と誠実さで、様々な事件、陰謀の真実を暴き出す。階級は、最終シーズンまでの最終階級2003年秋からは、第9シーズンの放送が始まるのと、並行して、本作品のスピンオフである、NCIS ネイビー犯罪捜査班の放送が、 本作品と同じく CBS ネットワークで開始されており2014年9月に第12シーズンに突入している。NCIS ネイビー犯罪捜査班は本作品の第8シーズン終盤近くの前後編エピソードアイスクイーンメルトダウンが実質的なパイロット版として扱われている。日本ではスカイパーフェク TV で2006年10月に開局した。 サスペンスシアターフォックスクライムチャンネルで第1シーズンを放送の後、第2シーズン以降はフォックスチャンネルで放送され、2015年2月12日からは第12シーズンは放送。第1シーズン終了直前に NBC は打ち切りを決定。しかし、CBS で引き続き制作されることになり、シリーズではあるが、第2シーズンは実質上は仕切り直されてスタートした。 このため、第1シーズン最終回との整合性を書いたままで、第2シーズンが始まっており、物語に矛盾が生じている。アメリカのドラマでは次のシーズンへ視聴者の関心を引きつけるため、クリフハンガーと呼ばれる手法が多く行われており、本作品においても第1シーズン最終回で、ハーモンが殺人事件の被疑者として逮捕されている。しかし、TV 局が変わったことによる、 契約上の制約か前日の仕切り直しによるものかは不明だがいつの間にか釈放されていたことになっている。このようなアメリカの事情を知らない日本の視聴者は放送局がチェンジしていないため面食らったと言える。なお、後の第3シーズンにおいて権利の晴れるエピソードが制作、放送されている。番組を放送するネットワークが変わるということは アメリカでは珍しいことではないが、大手から中小へではなく、三大ネットワーク間での遺跡は珍しいと言われている。以下はアメリカにおいての放映リストであり、日本でのシーズン放送の順番のそれとは相違があるので注意が必要である。ありがとうございます。